たイベント。見つけてきた。そうですね、もともとプラスルビーさんとなんかここのお店を作った時に、はい、プラスルビーさんと、まあ、仲良くなりまして、はい、コーナーがでそこからこういうイベントあるよっていうようなことを聞きまして、はい、であれば面白そうだねと、ぜひちょっとやってみようっていう感じで参加したのが、なるほど。でどこから来たの？九州アミノシェイクってこと。これは九州、こちらの商品は宮崎の商品ですね、はいはい、それから基本的には九州のものをメインに置いているんですけれども、はい、オーガニックのものっていうのがコンセプトになってます。なるほどね、はい、あなたはどこから来たの？あ、私は今住んでるのは実はこの横山町のすぐ近くなんですけれども、うん、出身が福岡でして。なるほどね、はい、じゃあここでずっとこのお店を開いてるってこと？あ、今年の3月からですね。3月から、はい、これがタイトルだね。あ、そうです、はい、これがタイトル。店内になります。ということはこれ立ち上げるまで大変だったんですか？そうですね、またコロナ期間中だったっていうのもありまして確かにね。そうですね、そうだよね、もう少しこっち。そうか、コロナ期間中に立ち上げた。 でも立ち上げる時っていうのはそういう時ですね。みんなが元気で景気いい時っていうのはもう誰かがお客取っちゃってるから。あ、そうですね、ね、はい、だから悪い時にちゃんと準備して立ち上げないと、いざ良くなった時には、ね、はい、後の祭りみたいな。あ、でも確かにこういうロケーションのいいところとこう、うん、ご縁が持ってたのはコロナ期間中だったからかなっていうのをすごく感じていますね。そうですよね、はい、そうですよね、駅の近くで。駅の近くで。そうですね、もう近くなんてもんじゃないです、駅の上って感じ。そうですね、はい、そうだよね。そういうところでこういう場所をその2階というところの一番最初に抑えられたっていうので、うん、やっぱりすごくラッキーだったなっていうのをすごく。そうですね、はい、感じてます。そこの椅子とか机っていうのはあれはみんなの共用スペース？あ、そうですね、こちらの机と椅子、あとそこにあるソファーとかも共用スペースで。共用スペースね、あ、そうだね。そうです、そうです。あ、だからここのスペースはまだ空いてるってことか。あ、そうです、これから。これからなの？はい、東京のこちらの会議室を終わって、うん、そうじゃなくて。ああ、そういうことか。感じだったので、だいたいリニューアルが終わったのが1年半ぐらい前って聞いてるので、うん、そう。あとはこうやって街に来る人たちをどうやって街としてこう誘い込むかですよね。はい、そう。今日は土曜日で多少散歩してる人も多いんだけど。そうですね、はい、結構天気も先週から一日やってるんですけども、はい、先週土日がちょっと寒かったんですよね。そうか、そうか、うん、で今日はちょっと暖かかったので、やっぱり人の出が多かったなっていう、すごく。そうだよね、はい、感じてます。うん、昔は土日ってここで観光通りというか人はいなかったからね。そう聞いてます、うん、なんか1年に 1,2 回問屋さんがこう交流をやるっていう時だけ人がさーって集まるっていうのは聞いたことあるんですけど。そうなんです。そうですね、やってみてやっぱり土日はもうここは使えるなって言いますからねまあ女の方の先見の明だと言われてはい、これからそのこういう形でその働き方も変わってるし、要は土日に住んでる人もたくさんいらっしゃるし、はいはい、さっきも台東区から来るとか、はいはいはい、大体亀戸ぐらいからチャリで来られるのは、そういうとこなんですよ、はいはい、日本橋まではみんなチャリで来ますから、こっちの東の人は。なるほど、家族で、はいはい、家族で、家族でママチャリと、はい、うん、みんな揃って、だからそういうその広げ方っていうのは多分もあると思います。そうですね、うん、ここのやっぱりなんか会話を楽しむっていう文化を持ってる人たちがこの東側に多いの。あ、なるほど、それはとても素敵なことですね、うん、喋らなくて簡単に済ませるっていうのは西側の方に多いんですけど。あ、そうなんですか最近変わったかもしれないね、コロナでね。そうですね、うん、人寂しくなってるからね。そうなんですよね、うん、やっぱりコロナでやっぱりお店自体がのんびりとやっててはいたんですけども、うん、やっぱりお客さんが来られてある程度の距離を保つつなんですけども、うん、結構おしゃべりができるっていうので、うん、それでちょっとリラックスして帰られる方っていうの方もいらっしゃったりしたので。いや、ものすごくいいと思います。わかりました。はい、じゃあ4月から。なるほど、はい、またよろしくいただきます。はい。